ワスプ -11b, hat p-10b とは2008年に発見された太陽系外惑星である。太陽系からペルセウス座の方角に400光年離れた位置にあり、ワスプ -11, hat p-10 と名付けられた K 型主系列星を周回している。軌道半径が 0.0439au、質量が木星の半分程度のホットジュピターである。 好転している、ワスプ -11、ハット P-10 が連星であり、この惑星はその主星のみを好転しているため、ワスプ -11 アブ、ハット P-10 アブともされる。最初にこの惑星が報告されたのは2008年4月で、スーパーワスプ計画が一斉に公表した10個の惑星に、ワスプ -11B として含まれていた。この時点では、 惑星の性質を確認するには至らず、惑星の特定につながる恒星の座標などの情報を伏せたまま観測が続けられた。2008年9月26日、スーパーワスプとは別のプロジェクトであるハットネットが、境外惑星ハット P-10B の発見を報告する論文をプレプリントとしてアーカイブで公開した。同日、スーパーワスプはウェブサイト 太陽系外惑星エンサイクロペディアで別のプレプリントを発表し、ワスプ -11B とハット P-10B が同一の天体であることが明らかになった。その後両チームは惑星の名前として双方の名称をつなぎ合わせたものを使用することで合意した。発見当時のワスプ -11B、ハット P-10B はトランジットが検出された惑星として、 グリーゼ436ビットと HD17156B に続いて3番目に日射量が少ない天体だった。惑星の温度はホットジュピターとしては高くないため、大気に含まれる酸化チタンや酸化バナジウムが少なく、気温の逆転層も存在しないと考えられている。このような惑星は PL 型という分類名で呼ばれる。別のホットジュピターの分類法としては、 惑星の平行温度とサフルの付数に基づいたものが提唱されている。サルフの付数とは、ある天体が他の天体を重力散乱させる能力の指標で、理由は詳しくわかっていないものの、トランジットが観測された、境外惑星では2分化した傾向が見られる。クラス I の惑星は、平行温度の割に高いサフルの付数を持ち、低温の主星を好転している場合が多い。 クラス2の惑星は、その逆になっている。ワスプ -11B、ハット P-10B の場合は、アルベドレと仮定した場合の平行温度は 1030K で、サフルの負数は0.0471プラスマイナス0.003と算出された。これに、蒸気の分類法を適用すると、クラス I とクラス2の境界付近に相当する。ありがとうございます。